ギョギョギョ、さかなくんです。今日はなんと水族館様からビデオを送っていただいたということで、一緒に拝見したいと思います。楽しみですね。あ、私が幼魚の頃から通う高島水族館さん、お久しぶりです。足立です。でもテレビでは拝見してます。 ありがとうございます。今まだ休館中ですが、私たちちゃんと魚たちにはご飯あげに来てます。多分もうすぐ開館できるんじゃないかなと思うので、これからぼちぼち水槽の掃除を始めていきたいと思っています。開館したらぜひ遊びに来てくださいね。はい、もちろん。私さかなクンが初めて訪れた水族館が江ノ島水族館さんなんですね。おお、クラゲちゃんの水槽ですね。展示の水槽を上から見た感じですね。飼育員さんはこうやって上から水槽を掃除されたり、餌をあげたりですね、管理されてるわけですね。ちなみに新江ノ島水族館様はクラゲちゃんの飼育で世界的に有名なんです。なぜかと言いますと、クラゲちゃんというのは寿命が短いものが多いんです。ですので、寿命の短いクラゲちゃんを、いかにずっと飼育展示できるかというと、これは繁殖するというのが大切なんですね。新江ノ島水族館様生まれのクラゲちゃんもとても多いんですね。パシフィックシーネットル、日本という赤クラゲちゃんに近い仲間ですね。非常に毒性が強いということで、毒を持った触手がとても長いんですね。絡まったり触れると痛て痛てて、大変な痛みを伴うそうです。でクラゲちゃんもですね、実はとっても大きな仲間が多いんですが、プランクトンの一種なんですね。プランクトンというとちっちゃい微生物のイメージなんですが、プランクトンというのは浮遊生物のことをまとめて言う言葉ですので、浮遊している生活の頃はプランクトンというんですね。対してお魚やイカさん、ウミガメさんやイルカさんなどのように自力で強く泳ぐ力を持つ遊泳生物、これをネクトンというんですね。そして海底水底でベタッと暮らすヒトデちゃんやウニちゃん、ホタテガイちゃんなど、そういった海底で暮らす生き物というのは低生生物、これを生物用語ではベントスっていうんですね。ですので、漂うプランクトン、泳ぐネクトン、そこで暮らすベントス、この3つに大別されるわけですね。お、あ、今飼育員さんが餌を撒いていらっしゃいますが、これは人工飼料ですね。これをまんべんなく広く、わー、ハコフグちゃんもいる、さかなクンの頭のハコフグちゃんですね。いやー、かわいい。これだけたくさんの、カスのお魚ちゃんがいますので、一匹一匹がしっかり食べれて痩せないように餌をあげるっていうのが、これまた大変なんですね。お、タコツボにたくさんのアミウツボちゃんがぷっくらしてかわいいですね。お、相模湾大水槽がふわっと広くパノラマのように見えますね。コショウダイちゃんやウツボちゃん、金魚ハナダイちゃんやホンソメヤキベラちゃん、なぜこんなに大きなお魚やちっちゃなお魚が共存できるんだろう、食べられないんだろうって不思議に思いますよね。自然界ではもちろん小魚は大きいお魚に食べられてしまいます。なぜ食べられないのか、これは大きいお魚がちっちゃいお魚をなるべく食べないように、飼育員さんが常にたくさん食べ物をあげて満腹にさせられてるっていうことなんですね。美味しいものが食べれるっていうことを学習させるわけですね。そうするとわざわざ小魚をかけて食べなくなるということなんですね。大きな水槽では順番っていうのがあるみたいで、なるべくちっちゃなお魚から水槽に入れることが多いそうです。そしてちっちゃいお魚がその飼育環境に馴染んだ頃に、中型のお魚、大型のお魚とだんだんそうやって入れていくことが多いそうなんです。目の前には乙女ハゼちゃんがいますね。砂の中に含まれている有機物、いわば栄養のあるものとか小さな微生物を食べて、あとは砂をこし取って選ぶだから出してます。こちらおじさんっていう魚ですね。顔がビヨンとこう長くて、2本の立派なおひげを生やして、本当になんとなくおじさんっぽい顔してんなって感じなんですね。あ、毒ウツボちゃん太いですよ。こんな太いんですね。なぜ毒ウツボかというとですね、小魚などを食べた時に毒を持った小魚に含まれているシガテラという毒を、含有することがあるんですね。毒ウツボちゃんの体の上に、これは赤島白ひげエビというエビで、海外ではスカンクの模様に似た白い模様がありますことから、スカンクシュリンプって言いますが、通称
クリーナーシュリンプといいまして、大きなお魚の体についた寄生虫とか古くなった粘液などを食べるということで、大きいお魚にとってはありがたい存在なんですね。こういったところをクリーニングステーションっていうんですね。お互い助け合って生きるという相利共生っていうんですね。これは自然界でもちろん見れることなんですが、水族館さんでもこういった自然界の助け合いを見ることができるわけなんですね。なんともド派手な模様のこの魚は、フグ目モンガラカワハギ科のクマドリという魚です。これは歌舞伎役者様のクマドリの模様にそっくりということで、クマドリという名前を田中重法博士が付けた名前です。ちっちゃいけど気性は強いんですね。でもデバスズメたちに追っかけられてタジタジですね。初めて見ます、こんな光景。あ、ここは水槽が空っぽになってますね。なるほど、丹念に掃除された後にまた水をですね、新しいきれいなお水を張って、そしてまたクラゲちゃんを戻すという、そういった作業の光景ですね。水族館さんの水っていうのは大きく3つぐらいに対別できると思うんですね。一つは目の前の海の水を使うっていうケースが比較的多いと思います。あとは人工海水ですね。水道水に含まれている塩素を取って、人工海水の素を溶かして使う。自然界の天然海水ですと海域によっては汚れていたりする場合があるわけなんですけど、無菌状態のお水を作ることができるわけですね。もう一つがですね、地下の海水を使うということもあります。雑菌なども少ないということで、非常に安定した水質で飼育できるという、船で海水を取ってくるというケースもあります。新江ノ島水族館さんは目の前の江ノ島の海の水を引き上げて使ってらっしゃるという大きいになりますね。私たちが水族館さんで出会うお魚、一つ一つもこうやって長旅してやってくるわけですね。そのお魚さんたちを、快適に暮らすために、飼育員さんが一生懸命大変な状況の中でも工夫をされて、いい環境作りをされているわけなんですね。これが実際に水族館さんにレッツギョーと見に行きたいですね。チャンネルのご登録もお願いいたします。